お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら 1.8 ウォールブレイカーやっていきたいと思います。超高回転ねウォールブレイカー久々にやっていこうと思うんですけど、今のね環境、まあザーネクロとか、まあゴブドリボンバーのなんか範囲攻撃デッキだとか、なんかそういったね小物に強いカードが結構多いんですよ。だからこういう小物系はねきつい。もうこれ施設とかもないから LJ 来たらどうすんのみたいな、みんな思うことはねすごいあると思うんですけど、このデッキでねなんとグランドチャレンジ12勝してました。しかも LJ にもね、勝ってました。麦っていうねプレイヤーがいるんですけど、まあ日本で一番うまいのは誰だったの時に、その麦っていうねプレイヤーが一番うまいです。世界でまあ、うまいやつ誰だってなった時に、まあ、四天王、クララは四天王誰だってなったら、まあ、その、まあ、クララはトップ4本にはね、入ってくるだろうっていう、もう世界でもトップの麦っていうね、プレイヤーがね、使ってましたので、ちょっと僕も今日やっていこうかなと思います。概要欄にね、その麦の YouTube チャンネル貼ってますので、この 1.8 オールブレイカーバカうまいです。ぜひ、見てみてください。というわけで、やっていきます。いや、マジでね、LJ、お前どうやって止めんねんみたいな。わかりますこれ。LJ の止め方。吹き矢と、スピスピウッドとかで止めてましたね。吹き矢、スピスピウッド、2周目吹き矢みたいな感じで、まあ1コスト、なんか、それ以外でね、雰囲気で。やべ、間に合い。あ、間に合ったらドズズク。ちょっと待って、喋れん。さあ、ダークブリューの高回転ドリルの可能性すごいありそうですけど、ディガだったな。ダークブリューのボンバードリルじゃなくてディガなので、これは高回転ドリルの、ドリルを持ってなくてディガにしたんじゃないでしょうか、この人。もしかして。そんなことあんのかな？いや、でも、すごいありそうなんだね。高回転ドリルのゴブドリのテンプレと形はね、すごい一緒なんですよ。一緒なんだけど、ディガだったんですよね。まあ、だからもしかしたらディガーもあるかもしれない。ディガーもあるかもしれないけど、いや、わかんないな。さあ、で、この相手のディガーのダメージね、僕は拾っていきましょう。これさえ抑えたらなんなら勝てるんじゃないのか。さあ、オールブレイカー、ステッパーしつつ、まあ、なんかユニット来るかもしれないし、どうせ暇になるんで、ウッド転がしながらね。で、吹き矢をね、もうたくさん出しましょう、僕は。吹き上げです、吹き上げ。さあ、で、レスピと、ウッドと、さあ、いや、いいね。で、この吹き矢が入るのもでかいし、今この守ってる間に本当はディガー飛ばしたり、ウォールブレイカー飛ばしたりとか、まあ、守りながら攻めるっていうのをちょっと当たり前にね、やっていきたいですね。さあ、しっかりここは拾う。で、ウォールブレイカー単品でもいいんですけど、やっぱディガープラスウォールブレイカーでプレッシャーかけていきたいですね。これ、ルーベンっていう、この人多分偽物だと思うんですけど、それこそ世界トップ4を上げるならってなった時に絶対名前が上がる人もね、ルーベンっていう名前なんですけど、まあ多分一緒なというかその人の信者とかなだけだと思うんですが、さあ、まあドリルがディガーになってるだけで、いや、マジで戦いやすいですね。で、トルネードもないと思うので、もう裏とかにね飛ばしてあげながら、で、ウォールブレイカー行きたいんだけどな。ウッドがねえのか。ウッド入ってねえな。これ美味しいな。吹き矢一生行きますね。で、さあ、いやー、そのファイスピーやばい。やばい、待って。やばい。やばいけど、回転早すぎて、どうにでもなれっていうね。あー、でかっ。これ、今の普通に耐えれるってえぐいっすよね。で、オールブレイカー追加して、この吹き矢がね、悪さします。いや、マジで悪さする。オッケー。あれ、だから、ウッドとかやなめ持ってない限りは、まあ、無双ですよね、正直。で、これちょっとウッドしてからの、よいしょ。で、ウォールブレイカー釣りとかもね、してあげながら、ディガーで削って、もうウッド削ってあげていいんじゃない？さあ、ウッド圏内でグッドゲームと。まあ、これはね、相手がドリルじゃなかったのはマジでかいですね。ゴブドリだったらまた話変わってますし、吹き矢もね、無双してたのが良かったかなと思います。さあ、大型系引きたいっすね。やっぱこう、守れるのかな？ギリギリだと思うんですけど、LJ とか、ゴールとかラバとか、ちょっとその辺引きたいね。いやー、高回転ですね。スケだ。アイゴレ。ワンチャン、アイゴレクロスかな。なんだろうね。で、まあ、高回転相手だったらやっぱ1-0プランとかでいいと思うんですけど、相手が、その、重量級だった場合に、結局守るのに限界があると思うんですよね。その、ハシマエレジェイとかハシマエロイジェイされた時に、完封するっていうのはね、ほぼ不可能っていうか、まあ、絶対不可能だと思うんですよ。まあ、それ理論上無理なことで、だから、
ダメージやっぱ受ける分、僕がそれよりもダメージ与えないといけないんですよね。だから序盤の間にもうほんと 2-1 プランでゴリゴリに攻めるっていうのを意識して戦いたいね。まあ今回は相手がクロスだから、まあ両サイ行く必要はないっていうのはあるんですけど、正直さあ、でウッドがね、いやなんかいい感じに、いやいい感じにもうちょっと耐えてほしかったな。いやでもこれ相性いいんじゃないのかな。高回転ディガーウッドでダメージ削れるしクロスも抑えられるんで、まあ相性いい、嘘かもしれないんですけど、まあ戦えないことはないよねっていう。で吹き矢にウッド打たれるのがマジできちいっすね。一番きつい、まあ、ハイボーも一緒ですけど、であのテスラも泣きたいね。壊します、邪魔なんでね、邪魔なものは無理やり壊します。あ、これ吹き矢が入るんじゃないのか。いや吹き矢強えよな。でこれウォールブレイカー行っていい気がすんな。よいしょ、トルネ、え、アイゴレトルネ型、え、これクロスだったよな。でもしかしてウッドがない、あれウッドない、トルネだったからウッドがないんだこの人。さあ気づいた、俺気づいてしまったっすね。ウッドがないから吹き矢無双だ。いやこれ来たな。だって吹き矢一生この辺に出してけば相手きついわけですよ。ほらもう一生吹き矢ゲーだ。あーでかっ、なんでトルネにしちゃったんだろうこれラバとかに負けたのかな。いやね、めっちゃ美味しくない、これは俺からしたら。しっかり壊させてもらって、で盾がね、アイゴレっていうのもちょっとね脆いっすよね。バルキリーとかじゃないから。いやマジででけえ。で LSP 感電してくれるとでかいんだけどな、あれ。まあトルネはトルネちょっとめんどくさいけど、いや吹き矢一生生きるんで、いやいいね。ディガーで削りながら一生吹き矢ゲーで生きる気がする。さあ拾われる、削る、で吹き矢無双ですね。でボンバー来るかもしれないので、それはちょっと戦いたいね。ボンバーにしっかり勝ってほしい、俺の吹き矢で。低コストで回したらまた吹き矢が回ってくる。ああロケか、ロケ削りきましたね相手。まあこれですね、これに勝たなきゃいけない、ロケ削りに。まあウッド吹き矢削りですね。ウォールブレイカーも飛ばしたいな、次だな。さあロケ来るぞ。まあウッドも合わせるといい感じになるんじゃないのか。さあ吹き矢が入る、いやでかすぎ。いやこれもう1コスってなんかあんま分かんないです。もう適当にこうポン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 出しとけば、なんか思ったよりいい感じになるもんなんでね。とりあえずポンポン出すのが大事っすよね。でウッドはねマジ大事なんで、端前出しまくってね。さあロッケ、いや吹き矢の位置が読まれたらやばい。でもウッドマジ大事。あ吹き矢が、うわ SP、 ういしょー、ナイスっていうね。あの本当に正直僕何も考えてないですよ。端前に吹き矢ディガー打とうみたいなね、1コス出してみたいな、マジ適当ですけど、ある程度はまあ成り立ちますね。今のはまあさすがに相性良かったな。いやだからちょっとね使った、いや全然絶対使えないよって誰も思うんですけど、それはね食べ過ぎないと一緒で、俺思ったよりいけんじゃんってなるもんなので、本当に結構あると思います、クラロは。それは、ぜひちょっと触ってみてください。さあ、ラバッちゃんだな。まあ、これも、多分ラバルを完封するなんて、まあ、バカむずいと思うんですよ。まあ、だから、その分僕は攻めてあげなきゃいけないですよね。さあ、インドラーで、墓石マジ邪魔だな、あれ。あんな墓石邪魔だなって思うこともないけどな。さあ、ウッドで墓石壊してもよかったけど、いやー、これは戦いがいがありますね。いや、なん、これバルーンじゃねえのか、ラバ掘りか、ラバ掘りなら相性いいぞ絶対。だって吹き矢無双だもんな。でかーい。でディガスケぐらいで攻めたと言ってもいい気がするな。こうスケがね地味さだからな絶対。でさ LSP で延命、あれこのベビドラとかにあんまコスト使いたくないっすよね正直。 ISP だけぐらいでいいかな。さあ墓石壊します、来るかな、しまい。ああ、やなめか。まあ、でもこれは壊れるので、この間にディガー飛ばしながらの。で、僕は、
2個狙いたいですね。でこれスケルトン部隊かな、1回ステイか。でこの間に回します。僕は回さなきゃいけない、あいつを。吹き矢ゴブリン、いえゴレだったん。どっからどう見てもゴレじゃないやろ、どっからどう見てもゴレじゃないやろっていうね、今の流れでゴレだったん、ラバやろどっからどう見てもっていう。いやこれエレスピアートだったな。いやこれでも金起動できるんじゃね。いや痛い、いやーなんか知らんけど金起動したな。で墓石があるのがマジで厄介なんで、ちょ墓石を壊しながらの、いやこれやばいかな俺、戦いもう終わった、もしかして。敗北の文字が、敗北の文字が見えてきたな。いや敗北の文字は見えてない、俺には見えてない。ふっ耐えてくれ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 、オッケー、いや耐えた耐えたのデカスキン、まあ、柳雨あるからな。あと攻めウッドと合わせてスケルトン部隊を引きたい。いやつ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 で、ここの辺に、いやまあ一旦使ってくれ。でも今使ったことによってゴレ出せないんですよ。だからこのこれをしばきながらのディガー削り、いやーこれもディガ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 、絶対守れん絶対守れん絶対守れん、守れんから入ってくれマジで頼む。やなめきたら終わる、やなめきたら終わる、うわーい。いやー勝てねえなたまたま最後たまたま通ったけどみたいな、バカきつくないこれ、やばいよね。なんで勝った、なんかもっとね2-1プランでもっともっとダメージ与えたいんですけど、序盤に思ったほどダメージ与えれなかったっすね。いやもっと攻めるのか、攻めが足りねえのかな。さあコカちゃんこれ神愛者じゃねえのか、ファイスピ高回転グッド、まあロキ削りぐらいかな僕が負けるってなったら。さあディガーと、まあ、アイスピ添えてねダメージ稼ごう。鬼コカツっすね。いやこれでも美味しいぞ、いっぱいいるぞ。だって俺このいや最悪だ、ちょっと待って全然俺の思ってたのと違った。いやでもいやいい、でなんならここで俺がよくするね、あの逆サイドのタワーのターゲット取りますこれ。いやこれがねせこいんですよね、あのウォールブレーカーがにウッドとか打ってもタワーのターゲット取ってるので、まあウォールブレーカーが刺さるよねっていう作戦なんですけど、まあウッド思ってた逆サイドに打たれましたね、キアに。いやー厄介だ、あ間違いなく相性はねいい気がする。相手もこのグッドゲームは苦しいぞーのグッドゲームじゃないのか。これ攻め打っとっすね。でもガゴムレ系とかもね全部焼くようにスピスピ系も添えれば、いやーこれ相手絶対きついな、いけるっすね。だってゴブリンバレルファイスピアって苦しいよーのグッドゲームじゃないのかな。まあすっげーすっげーでホグをどれだけ抑えれるかっすね。ホグっすね、僕の天敵は。ホグを抑えられるかどうかにかかってます。おい。あ、なんか、いて。いや、思ったより痛えな。で、ここ絶対、スピ系、空だろ。いやー、ウッドが空振ったというか。いやー、ちょっと。怖いぞ、ウッドで一回ずらされたの痛いなあれ。で僕はマジで相手のあのハッシュマイプリン、そうっすねこいつっすね、こいつでファイスピで守って攻めウッドっすね。で次ホグガゴムで来る、でホグのダメージが痛いので、このホグのダメージをウッドで防ぐのマジで大事っすね。で相手多分スペルなかったと思うんですよ、だから僕が守ればぶっちぎり負けない、守れば負けない流れだと思ってます勝手に。でディガーでちょっとコソコソ削りながら吹き矢でイモります。よしよしよし、いやこれだな、いや来たなこれ、いやアイスピ削りいいぞ。いやこのウッドがねせこい、おいいらっしゃい。いやでもやばいやばい、待ってやばい、いや一発も入らないんだけど吹き矢がいかれるのがマジでいて、やっぱ俺ももうちょっと攻めウッドとディガーウォールブレイカーでいかなきゃ取んないっすね。
やでも相手のあのあれがマジで邪魔なんだよな。インフェ、インフェ壊して次っすね。次だ、これマジ大事。これ来たんじゃね。いや入る、やかみすぎるマジで。次打っとけない、打っとけないか分かんない、分かんないけど、とりあえずディガ飛ばせ、ディガ飛ばしてから考えよう。ディガ飛ばしてウォールブレイカーも飛ばして、よしよしよし、一旦攻めてから考えよう。いや頼むマジで、やばい、やばい、いやー入るんだなー、これが。いやでかすぎ、最後入んなかったらやばかったかな。まあ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 、勝ててるだけマシいっすよね。いや来いよ LGI、 俺が止めてやる。まあ、どれだけスキで溶かせるかっすね。やっぱ火力が吹きやディガースキって限られてるので、スキが大事っすね。スキでも溶かす。スキで大型を溶かします。さあ、ザピー。新鋭対ロイフグとか、まあ、メガナイトバルーンとか、まあ、ある程度限られるっすね。さあ、あ、来ました、皆さん。本日の目玉でしょう。ゴレクロニャー。いやゴレクロニア引いたんだけど、あの奇跡的にさディガーも何もなくて攻めれない。いやこれやばいな、俺どうやって勝つんだこのデッキに。気づいた、これ勝てんくね。ちょっと待って待って、あのあれがね、なんかヤナム打たれてさ、えこれどうやって勝つんだ。まあ気合いっすよね。まあある程度は気合いなんでしょうが、あれちょっと待って。一本おられるな。あれあれゴレクロはきつかったですか。なんかもうちょっと真っ向正面から吹きや、あれ折れそう。折れそうだな。あれ折れそうだな。あれちょっと待って。ジジ。グッドゲーム。はい、というわけで、まあ、オールブレイカーね、久々ですね、こういう攻撃点リガー系も最近あんまりいないので、皆さんもちょっとね、まあ、息抜きにと言いますか、よければね、このオールブレイカー使ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。